とうございます。はい、騒音プロジェクト6期生リーダーチームワンハート3年生の池田鈴香と、はい、チームワイドキャプテン3年生の星香里沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遅くなってしまったんですけど、騒音プロジェクト6期生の目標が決まりました。去年5期生の先輩方と一緒に、まだ見ぬ子どもたちにワクチンを届けたいという思いのもと、大阪城ホールを目指しました。そこで97万2570円のワクチン代を集めることができました。遅くなりましたが、ご協力いただいた皆さんに改めてこの場をお借りしてお礼とご報告をさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。騒音プロジェクト6期生は、この目標を決めるまで本当に時間がかかってしまいました。もういろんな意見が出て、こうしたいああしたいってメンバーのいろんな意見が出て、先生ともいっぱい話したし、先生と何回もぶつかり合ったり、メンバーと何回もぶつかり合ったりして、まあ、鈴鹿がこんなんですから、もうすごいすごいんですよ、もう本当に。それでまとまらんくて、ほんまにどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうってめっちゃ思っとったんですけど、やっと3年生と先生と、そしてメンバーみんなと目標を決めることができました。はい、私たち騒音プロジェクトは、こうやってこの舞台に立たせていただいていること、そしていつも陰で支えてくださるスタッフさん、先生方、そしていつも応援してくださる皆さん、そしてこの同期と、後輩、そして家族、その全員がいたからこそ、こうやって私たちは騒音プロジェクトとして活動することができます。こう活動しとる時に、もう皆さんにこのソープロの根っこにある、熱さだったり夢や希望だったりエネルギーだったり、ソープロの根っこの根っこにある、もうその根っこにあるやつを、もういつも応援してくださる皆さんはもちろんなんですけど、もっとこう幅を広げて、もうおじいちゃんからおばあちゃんから小さい子供まで本当に心から届けたいと思いました。なので私たち騒音プロジェクト6期生は、いろんな方に知ってもらいたいっていうのもそういうのなんですけど、でも有名になりたいとかそういうのじゃなくて、なんて言ったら、ほんまに有名になりたいとかじゃなくて、その騒音プロジェクトで私たちが学んだ音楽や音楽の良さだったり、こうやって皆さんと出会えたことの凄さを、もっといろんな方に知っていただきたいというのを目標にします。それで本当にもうちょっとすごい緊張してるんですけど、目標をやっぱり喋る系なんですけど、ほんまに私たちはもうめっちゃ未熟で、もうこんなリーダーじゃし、めっちゃ噛んじゃうし、じゃけどこれからもっと皆さんに力を借りて、もうめっちゃ借りて、多分これから先、あとソープロジェクト6期生は半年なんですけど、もっと皆さんに力を借りて進んでいくことになると思うんですが、こんな未熟な私たちですけど、これからも応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほども言わせていただいたんですけど、私たち騒音プロジェクト5期生が大阪城ホールという本当に大きな目標に向かって進んでいて、そして6期生になった時にどこに向かえばいいのか、何を目標に進んでいけばいいのか分からなくなって、正直先がぼんやりとしたままここまで来ました。先はぼんやりとしてたけど、とにかく必死にここまで来ました。3年になってもまだ本気でやってるからこそ、周りの期待に応えられない自分や、何もかもが悔しくて誰の声も入ってこずに全てをシャットアウトしたくなる瞬間がたくさんあります。でもこんなにもダサい姿ばっかり見せてしまう先輩やけど、本当にみんな一人一人のことが大切で、あの人が頑張ってるんやったら私も頑張ろうって一人にでも思ってもらえる人になりたいと思っています。思っています。だから最後
後まで騒音プロジェクトのみんなの先輩として、最後の最後までキャプテンとしての仕事をさせてほしいです。これから私たちだってどんな6期生になるのかもわからないし、不安ももちろんたくさんありますが、どうかこれからも意地でも信じてついてきてほしいです。今まで人のことなんてどうでもよかった私にとって、初めてできた大切やと思える後輩、不思議なくらい支えてくれる同期、寝る間も惜しんで私たちのことを考えてくださるスタッフの皆さん、私たちがソープロに入る前からソープロを応援してくださって、遠くから応援してくださって、いつもこうして会いに来てくださるファンの皆さん、そして何よりこんなにも不安定で不確定な進路を選んだ私たちを全力で応援してくれる両親、せめてこの人たちだけは裏切らずに、これからも全員で進んでいきます。そしてその人たちに応援し続けてもらえるような私たちになります。今になってようやく5期生の先輩から受け取ったバトンの意味が少し分かった気がします。だから私たちはそのバトンを大切に、そして次の世代へとつなげていきます。それでは最後に、そんな先輩方からバトンと一緒に受け取った大切な曲を聴いてください。騒音プロジェクトで青の花束。明日へ向かい進んでゆけ。
本日は放課後ライブボリューム30第2部にお越しいただき本当にありがとうございました。これからみんなで決めた目標を全力で全力で全うして世界どこ探してもないチームになれるように全力で頑張っていきますので、これからも騒音プロジェクト6期生の応援をよろしくお願いします。ソーンプロジェクト6期生の応援をよろしくお願いします。